はい、えー、ていさんです。えー、今日はですね、まあ、今後、あの、伸びるジゃのジュニアをね、育てるのはどうしたらいいかということで、最近私ね、リターンってね、 リターン力っていうのをね、すごくちょっと重視して考え出したんですね。まあ、どれにしてもね、また、あのリ、リターンのね、練習なんかちょっと増やしていきたいなとで、いきたいなと思うんですね。リターンの多分バリエーションね、こういうのもちょっと増やしていく必要あるんじゃないのかな。えー、特に日本人がね、まあ、できたら、やっぱりコーチやってる限りは ITF とか世界で戦えるような子が一人でも二人でもできてくれればいいじゃないまあ、全員が全員っていうわけじゃないけど、まあ、あのー、なんていうかね、こう、まあ、まあ、 国内のね全日本ジュニアとかそういうこともまあ活躍してほしいけども、まあできたらそういうねあの海外の方でも活躍できるようなベースというか、えー、そういうのをこう視野に入れてな練習したいなというふうななんかこう一つの考えがあるんですよね。でその中でやっぱりやっぱりあの今後特に日本人が考えていかなきゃいけないのはこうリターンなのかなというふうにね思いますね。まあ当然サーブ力もねある程度こうねあのバリエーション増やしとかいあのなん何ていうかなあの作っていく必要あるけど、もうちょっとこうリターンって っていうのをねちょっと考えていくっていうことをまあ最近も私は考えてるの、ね、まあ、中にはねあのボレーとかネットプレーじゃないかっていう風なねこう話もあるんだけど正直ねその前言ったらあの用具のレギュレーションね規定がいろいろ変わってるみたいであのこの間もやっぱりこう何て言うかなあのプロのね試合こうずっとツアー,ー回ってる人との話してナシュラルの方のね あの話を聞いたんだけど、あの、もうね、ボールがね、なんかね、最近重くなってるんですって、なんかこう、つヤいシャ使ってるのがね。なので、なんていうかね、こう、ボレーが弾かれちゃうって言ってましたよね。なので,で、あの、よりボレーがね、ちょっとしにくい環境になってるよーっていう、こう話なんですよね。なので、昔だったら、例えば、まあ、あの、サン・ピート・サンプラソとかね、あの、イバニセビッチとか言った時なんか、もうサーブ 決まってたじゃない今、ボンボンっっっててサービス,センスばっかりじゃんってなってる今だいぶこうね、こう、ラリー続いていくのも、あの、だいぶね、あの、コートも、コート遅くなったのね。コート遅くなって、てボールも変わっててってなってきてるから、だいぶこう、強くなったじゃないだから、極端に言えば、昔のレギュレーションでピートサンプラスと戦ったら、もう一度、サーフセンスボン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 取られて負けちゃうかもね。だって、ってあの、もう、用語が変わ違ってきてるんだもん。だって、もう、コートがもう全然変わってきてるでしょっていうね。 あの、ね、さらにまた遅くなったんでしょコートね。で、遅くなってて、で、ボール重くなっててっていうね。ストローク有利じゃんってこうなるよねってな。だてことはストロークの、やっぱりこういろんな多彩な技術っていうのが必要だあの、だいぶあの大事になってきて、ボレーが逆にボール重くて弾かれちゃうっていうから、で、あの、コート遅いとこのボレー決まりにくいでしょだから余計不利になるんだろうなっていう感じはしますよね。だからまあ、だからといってボレーはなしよとっていうわけじゃないし、ボレーもいると思いますよ。 まあただ、確率的にはちょっと、やっぱり落ちてきてるのかなっていうだけの話なので。まあ、そういうのを総合的に考えて、で、まあ、今の、ジュニアのレッスンの傾向なんか見ても、意外にね、ずっと、いろんな、うちいろんなジュニア来てくれるじゃないって話聞くとね、リターンってね、あんまりやってないんだよね、こうね。うち、あの、サーブリターンにかける時間って結構多いんだけど、半、3分の1から半分ぐらいサーブリターンに時間取るかな。 あの、そんな感じなのね。あの、まあ、そろそろ時期、時期によるんだけどね。だから結構、うちはこう、リターンに、あの、時間はこう置いてて。今、そのバリエーションをね、ちょっと増やしていこうかなと。今、まあ、ナイターレッスンで火曜日と水曜日しかやってないのね。で、まあ、まあ、テニスクールとしてやってないから、募集もしてないし、まあ、でも単発でだったらね、知りてる子だったら、まあ、こう、いでようとか言ってね、あの、入れる場合があったりとかするんだけど。 まあ今いる子が卒業したらもうそこはもう終了にしようかなとは思ってる感じでやってるんだけどあの今リターン特にあの水曜日はもうリターンの割合がめちゃくちゃ多いかなってんでそこであのバリエーションをこうこう増やしていくっていうのをこうやってますよね。 ま、あ今後、ま、あその中、ジュニアでね、あの、ま、あちっちゃい子からね、また本当にもう育てていける機会があるとすれば、ま、あ私もそういう機会ね、作、作りたいなと思ってんのよ。ま、あなかなかいいね、こう、出会いってないんだよね。なんかね、こう、あの、教えてほしいんだけど、ってあの、どちら、どちらですか <laughs> って言ったら、九州です。とかね <laughs>、なんか、ま、ああの、いう、そう、そういうのあるん今よくやって、この細かく見てる子って言うと、ま、ま、レーシアとかね、なんか遠いから。だからもう遠隔で見る部 でないのねで,前後で見てたりとかアドバイスする子はねあのこっちからあのやったりとかしてるんでできるけ協力はしてるんだけど。 やっぱり身近でね、あの、見える子が、なんかできたらな。なんか一人なんか、あの、なんか、あの、内弟子候補じゃないけど、そんなんがいても面白いかなと思うのね。まあ、誰か、あの、興味ある人、ちょっとみんな、あの、ちょっと、あの、あの声かけてください。まあ、必ずしも、だってね、見えるかどうかわかんないですよ。あの、私の時間とかそういうのもいろいろあるから、時間が合わなきゃ無理なんで。まあ、たまになったら、たまに、まあ、そんなあ、あの、あの、かしこまらなくても、まあ、たまにね、まあ、週何回かでもいいだろうし。 えそんな感じでちょっと見てる子をね、ちょっと、いればな、楽しくできる子がいればな。で私もこ、こもう半分、なんか自分の楽しみでしかやってないから、あのー、自分が楽しくなかったらやらないんでね、もちろん、正直言って。だから、あのー、なんか、 あのこうブツブツとしてね,もうねやる気ないさそうな声が聞くんであればもう多分あのね、あのー、やってもしょうがないと思うからなんかこう楽しくねなんかこうああだこうだ言いながらできるような子がいたらね保護者も含めてなんか楽しくやりたいなというふうに考えているのでもしこう一からねちょっとテニスをね作っていきたいというふうな子が、えー、いるのであればちょっとね、えー、いていただければあの体作り動き作り技術作りから全部あのー 日本一ないし、世界まで行けるようなこうベースってのは今で作ってきたので、えそのノウハウはね、ご提供できるんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、下の概要欄のからね、見てもらって、あの一回お越しいただければいいと思います。まあ、あのプライアのグループレースは入れる人はいいんだけど、まあ、初心者は入れないから、初心者の人とか、まあ、これからの人はね、また、あ、連絡いただければ、あの、この間はね、なんか生まれる前から連絡できない、あの、あの 連絡くれた人いますけど、ついにやっと生まれてねあの、何から始めればいいですかとかでねあの、いや、生まれたばっかだからな、とかで <laughs>、まあ、まあ、もう,もう首が座るまでもう待たなきゃいけないし、まだまだその教え方もちょっとそこまでの乳幼児になるってと私も分からないあの。早い方はそういうよ方がいます。なので、もう赤ちゃんからでも、ハイハイからでも、ハイハイぐらいできる子だったら、ちょっとテニスに近いようなあの、なんかは、ちょっとなんかアドバイスができるのかもしれないけど、あのまあ、そこまでいくとちょっと、 急あのちょっと極端だけどまあ,あの幼稚園の子とかねあのそんな子でやる気がある。 いや、ちょっと ITF とか、あの、IT、あの、WTA とか、え ATP とか、なんか、そういうのに出れるような、なんか、夢があったらいいなと思うんですっていうような人がいたら、ちょっと、連絡いただければ、ちょっと、私も楽しくできるかな、と、こういうふうに思うので、連絡いただけたと思います。まあ、今ね、例えば3年生、4年生、5年生とかね、まあ、中学、高校からでもね、なんか、あの、そんな夢がある人がいれば、まあ、ご一報いただければ、まあ、協力できる、できない場合もあるのでね、それはそれでね、ちょっと、 あのー、まあ、ちょっと話に花、花を咲かせて、でもし何かというとね、意気投合してできるものがあったらまたいいんじゃないのかなというふうにはこう考えています。まあ、遠い人はね、あの、こっちからフォローはできるようにしますけど、あのー、まあ、近場の人でね、ちょっと、あの、来てもらえる人がいればちょうどいいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、うち基本的にテニスクじゃないから、あの、個人で、あの、動いてるところがあるので、まあ、グループ、土日はグループレッスンやってるけど、あのー、まあ、個人、 個人で、まあ、どこまであの話し合ってね、個人契約にするのか、まだまあ、単発であの見,る見ることでやっていくのか、それはそれでね、そんな感じで話ができたらね、あのいいんじゃないのかなというふうにはこう思ってます。あのー、やっぱり、なんていうかね、あのー、 こうやる限り私もこの仕事やる限りは、ね、あのいい仕事していい選手が出るように、ね、ちょっとやっていきたいと思うし、えー、逆にそういう、ね、あの本気でこうあの歩んでいくっていうふな人との出会いがあればまたいい,あのい,いかなとはう思うのでまだね本当に初心者からというふな子でそんな子がいたらまたあのちょっとお話聞きたいかなという風に思いますね。 まああのーまあ、話に戻って、まあ、そんな子がやっぱり、例えば世界の皆さんが育ってきた,来た時に、やっぱりこう日本人としてまあどうしてもあの遅れてるものはなんだろうかということでまあちと、ちょっと最近、リターンが少なかったかなというのがあったけど、一、まあ、から作るんだったら、本当にそうだよね、あの西洋人の戦うための体のスペックの作り方から入るかなと。 正直、いくら夢をね、追ったって、あの、あの体はもう全然、なんかこう、できてないし、で、あの、体力もないしっていうんだったらもう絶対無理だからね。あの、技は力の中にありだから、あの、ちっぱい体力をつけないと多分こう無理だから。あの、そこはやっぱり一からあの計画して取り組むか。途中の人だったら、まあ、できるだけどこまでがね、ね、えー、もうできない部分なのか手遅れは必ずあるから。 で,できる分はどこなのかを考えて、まあ、手遅れの分が一つ二つあってもねあの、えー、誰でもみんな何か手遅れ持ってるからこう、それはそれで何かでフォローすればいいし、そんな感じでね、あの日本人が海外で戦えるような、また全国で戦えるような、なんかね、そんなのが。 もうちょっとできたらいいかなというふうに思ってて。まあ、あの、特に日本人、リターン講習っていうのがもっとできたら面白いんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、あの土日のでちょっとリターン入れとくので、あの、まあ、リターン人気ないんだよな。でもね、あの、 もうリターンできたら声かけてくださいでもいいしなんかリターンばっかりやりたいという人がいたらちょっとあのもうリターンの回みたいなのをねちょっとなんか増やしたいなとか思ってるぐらいなんでもうぜひぜひあのそういう人がいたらちょっとあの来てもらえたらいいんじゃないかなと、ね。リターン大事だと思いませんなんかもうリターンからどう崩していくっていうかねそういうのねまあサーブも大事なんだけどこうリターンっていうねちょっとすごくそこはなかなか。 相手もいないと練習できないしね。サーブって自分でも練習できるでしょ。だからアドバイスすればあの、自分で練習できる部分があるからいいんだけど、リターンはそうはいかないからね。でだからリターンの 練習の仕方をきっちりこう、あの、学んで、えー、やってもらえればいいんじゃないのかなということで、ちょっと考えてるんで、あの、興味のある人はね、ちょっとまた、あの、概要欄から連絡いただければいいんじゃないかなと思います。また、初心者の人でもね、あの、なんかもう一からちょっと調査したいんだ、みたいな、なんか夢があったら、ちょっとメールで、あの、ちょっと夢をまた語っていただけば嬉しいな、というふうに、えー、思ってます。うん、ね。えー、とりなさん、頑張ってください。